令和5年9月の13日ですけどね、ここは根室地域のとある河川ですね。今までより少し南下しております。少し南の方にある河川の源流の方に来ます。この水道からするとね、イワナ漁場です。オショロコマは、ここにはいないと思っております。オショロコマはもっとね、源流に行ってます。オショロコマは、あそこあれ、あれかな、サクラマスかな、登ってますね。ここの深みにいたんだ。どこまで行った、オショロコマは古い魚ですからね、ずっと源流に、これくらいの水量だともっと源流に行ってます。で、その後をね、アメマスが登ってきて、そのアメマスからイワナが、江戸イワナができてる。その江戸イワナが生息している範囲だと思います。おそらく来ても江戸イワナ。まあ、今、あれはサクラマスが登ってると思うんで、ヤマメもいると思うんですが、ヤマメは結構たくさんいます。ただ、この川もね、下流でね、サケマス捕獲のために止めというのがやりますから、大きいのは上がってきません。来ませんって来れないんです。残念ながら。だけど、江戸イワナがいるということは、アメマスがね、登って、それがイワナになっているということですから、まあ、何かの機会で上がってきたやつがいるという、まあ、あるいは下流で、育ったやつが上流に、その止めの合間を、小さい魚だと上流に登れるんで、登ってきたかどうかということですが、まあ、いると思います。で、明日、ここにもし江戸イワナがいたら、下流のちょっと大きめ、小魚がいて、アミマスがいそうなところを探して、釣ってみたいと思います。おそらく、この間、いたような感じで、中流にアミマスがいて、源流に江戸イワナがいた。同じパターンがあるような気がしてますんで、昨日はちょっと失敗しましたけど。今日はこれからここを撮ってます。このポイントがね、向こう側だった。あの木の下、あそこにあります。向こう側行ってね、あの木の枝をノコギリで切って、切ってみたいぐらいの感じですね。まあ、こっち来たんでね、そのちょっと流れ込みのところ少し、あそこでいいと思ってますので、これを切ってみます。あと、ここね、ほら。ここね、湧き出してるからダメなんですね。こう湧き出してるところにはあまりいられない。向こう側は湧き出してない。あれがいいの。好みの場所なんですけど。まあ、場合によっちゃ、50センチの長針を突破して行ってみたいという気がする。まあ、だけどここでね、釣れると思います。これから釣ってみます。流れる中で怖いヤマメが来ました。言わないように山根が強いんだからね、嫌いでね。
ヤマネがしばらく小さいの来てるとね、で小さいのを釣り上げてるといなくなってくるんですよ、ヤマネが。少し大きめの山見が来ました。まず桜マス登ってるのもいるんだね、おそらくまだ、スタンド終わってないのもいるのかな、これはこれからだ。あ、ピンクはずだから大きな。ヤマメじゃなくてドランソニジバス。ヤマメかと思ったらね、これはドランソニジバスです。同じところで釣ってる方がいい。そうするとね、イワナ系はみんな匂いのもとを分かって寄ってくる。こっち側はね、浅いんだ、あそこ見ると。これあそこなんでね、ちょっとそれから提灯を作るんで一旦飛びます。これ。ここから、小森からこれが先。約50センチです。だから深さは50センチ以上あるので、渡られます。こんなに深いところにない。で、これで、まあね、血の匂いがしだしたから、その一つ、カッパクはちょっと寒かねえで、お胸出せるから、髪がいっぱい壊れちゃうから、血の匂いがしだしたら、どんどん来ちゃう。現れます。集中力。
先ほどよりね上流にやってきました。今のところはねもう柳の木があって釣りづらいし仕掛けがダメになるし、ね、嫌になったんで、ね、ちょっと上流のにやってきて、ここにねまあ先ほどとあんまり変わらない。まあ一番いいのは流木があってね、とにかく深みができえぐられて深みができているところ、ここで流れが弱くなっているところがあればいいんですけど、あそこに倒木があるんでどうかなって来たんだけど、浅くってダメです。こっち側のねちょっとやっぱり流れのないところに引っかかってるんで、でここにちょっと対岸をえぐってるところがあるんで、ここをちょっと切ってみますかな、ね、ここで釣らなきゃイワナもっと源流に行ってる可能性がある、うん、まあ水量からするとね、うん、まだ多いかもしれない。もっと少なくても生きていきますから。あまあ泳ぎが上手じゃない。不思議だね、アメマスっていうのはね、流れのあるところでいるんですが、イワナになるとね、あんまり流れ、泳ぎが上手じゃなくなって、どんどん源流に行って、落ち込みとかそういう湯止めみたいなところにで餌を取るようになるんです。でこれからのと流れがちょっと早いんで、ヤマメフライしかいないかもしれないけど、ちょっと釣ってみます。おかしいでな、うん、どう考えてもおかしいな。これだけね、形相は悪くはないんだけど何にも来ないっていうのはね、桜マスがねまだ登ってるんだな。これ卵を取り上流行ってる可能性もあるんだけど、上流行ってみなくちゃ分かんないかな。うん、もうここ粘ってね、ヤマメ1匹とドラゴン24世1匹釣っただけだな、確かな。うん、もっとイワナも源流に行ってる可能性がある。ちょっと源流を調べてみるか、ね、ここはもう終わります。仕掛けも切れちゃったし、令和5年9月13日ですが、先ほどの釣ったイワナが釣れなかったところからずっと源流来ました。水がちょろちょろはいいんですがね、まあ小川みたいなもんでポイントがありません。うん、もうしょうがないからそこにちょこっとありますから、一匹でもイワナが来てくれればそれでいいんで、そこをちょっと釣ってみます。あの流れの下で隠れて餌取ってるれば来ると思います。ヤマメが来ました。ヤマメが。ヤマメがいました。小さいヤマメが2匹来ただけです。うん、やっぱりね、イワナ好みの川じゃないね、小川みたいになって、ただダラダラっと流れてる感じなんで、イワナ好みじゃありません。そういうことはなんだ、やっぱり湿原を流れる源流って感じですね。だから下流の方にいる可能性がある。下流のちょっと深みで流れが緩やかなところあたりにいる可能性がある。
かる恐れがあるな。明日はちょっと下流を釣ってみるか。うん、今日はこれでおしまいです。2箇所釣ったら疲れちゃう。